ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年9月15日、2時3時の月の水戸委員長が配信にて、自分が副上司した時のことを語っていたとして話題になっていたので確認してみました。副上司とは、成功中に心臓疾患や脳出血で死ぬことです。死ぬ場合は、男性が女性のお腹の上で死ぬことがあるから、腹の上の死と書いて副上司ですね。それを心配するくらい、過酷なことをやっとるんか月の。アーカイブ32分から、卒業した結城千尋さんと、サウナに行った時の話です。ちーちゃんおすすめのサウナが気持ちよすぎて、ちょっと、なんか死にそうになった。私が副上司したら、私のスマホのパスワードをこじ開けて、私の友達、および家族およびに連絡をしてほしいってね話して。すごい気持ちよすぎる時に、スマホのパスワードを叫ぶっていうのをやってた。うん、なんか水風呂入った時とかに。言葉を間違って覚えとるなこれ。水風呂で気持ちよくなった時って、多分ヒートショックのことだね。ヒートショックは、サウナと水風呂の温度差、浴室と浴槽内の温度差などで、急激に血管が縮まり、意識を失って溺れたり転倒したり、突然死したりすることです。高齢者に限って言えば、交通事故で死ぬ人の2倍もヒートショックで死んでるんだとか。そんなに死亡事故が多いなら言葉を間違ったままやと、そのうちえらいことになりそうやな。山田さんのおじいちゃんお風呂場で副上司したとか言い出しかねん。副上司に気をつけてねとかも言いそうだね。その後、月野さんが配信中に副上司に触れることはなかったのですが、動画へのコメントなどで間違いに気づいてくれてることを願っています。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。